にあの竹風が聞く話をしていたのは、師匠が他の方と電話で話している内容を聞いていましたですね、諦めるのは1秒で諦められる、何かあの自分が言われているような感じがしてますね。あ、そうですか、非常に心に響いたという話をしていました。